いきますよ、はいえー、リブラさんがいただきましたありがとうございますみなさん西さんそしてゲストの上坂さんこんにちはこんにちは,にちは僕は嫁クラ初心者なのですが、はい、始めた時にまず上坂さんをダウンロードしました<ー>さて上坂さんも嫁クラをプレイされているということですが通過してほしいキャラクターたちはいらっしゃいますか、うん、やはり三沢さちかさんですか、うん、あるいはご自身が演じられたキャラクターたちでしょうかいや それは無論です。三沢幸香さんが追加されることは私の中でもう確定事項にしたい。うん、<laughs> 勝手に勝手にツイッターで勝手に気ままに呟いて、うん、もうこれは私の中でもう配信される予定です。自分の中で。<laughs> えー、なくてもいくらでも何とでも言うけれども、<で>なんか上坂さんは何をダウンロードしてるのそれ気になるそあ、私の夢コレクションはですね、す一番、 上から言うと、うん、フェイリス、斎藤姫やメ、うん、エリオ、うん、ニャルラトホテプ、うん、エマアイ、レナちゃん、クトゥグア、ホムラちゃん、秋山ゆかりの、えー、安藤、安藤み、これ未来ちゃんか未来ちゃん。そう、うん、あの、いつ天の人ね。で、ホロ、<ー>えー、カフカちゃん、うん、あの、絶望先生の。うんうん、で、あの、 なんだっけトラドラのタイガーね。そうそう。あと、美香コさんと、えーと、絶望先生のカエレちゃんと、黒猫と、赤崎のチー様と、あと、グッジョブの甘塚真央さんと、で、一番最後に私がいるっていう。でも全然進んでないけど。えちょっと待って、私もね、結構やってる方だと思うんだけど、ん。レベル高すぎじゃい私173だけど、結構、昔、前から、なんか、興味があって、やってたんですよ、密かに。そうそうそう。 私うと109レベルだよすごいね173っていやいやまあ地道だからね地道にね愛をあでも追加してほしいキャラは確かに自分のやったキャラが追加されたらなんか嬉しいなって思いますよね自分だとちょっと恥ずかしいけどねキャラだとでもキャラだとなんかね出られるよねそう自分のキャラってやっぱり好きじゃないですか愛着があるからそういうのあったらいいなって勝手にね思ってますけどねあなるほど そんな中で、ここでこんなメールも届いております。そえー、ラジオネーム、相沢ザコゼットさんからいただきました。ありがとうございます。みさミサさん、ニさん、ウエサカさん、こんにちは。こんにちは。ウエサカさんが追加された途端、ミサワさんがやばいとツイッターで報告されたのを拝見しました。ミサワさんが浮気者なのは知っていましたが、<laughs> まさかこんなにも早く切り替えるとは <laughs> え。え <laughs> ゆいちゃんからってことかそっか。 嫁子ね。乗り換え先だったの違うよ。最初にさ、ひなちゃんがいたんだって。またまた戻っていくんでしょひなちゃんがいたんだって最初に。わ、めっちゃ、ひなちゃん埋まってる。ひなちゃんがいたんだって最初に。そしてそして、嫁レでは何人か嫁が持てるそうですが、皆さんはそれぞれバランスよくめでるタイプですかそれともとりあえず一人を極めるタイプですかだって。あ、それすごい嫁コレユーザーにすごい刺さるよ。わかるわかる。いっぱいさ、嫁枠があるからさ、何人も嫁がもらえるわけじゃないか。はい。それをさ、どうやって、 って、私ぶっちゃけそこまで追加できると思ってなかった。なんかレベルが増えると、うん、んど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 ん読み枠が。 まあ購入することもできるんですけどうんだからですねあのレベルが上がればどんどん新しい嫁を迎えることができてでも確かに私一点集中まあいっぱい嫁がいるんですけどなんかこうプレゼントとかいっぱいあげたいのはやっぱり一番好きなキャラだったりしますねうんそうそうでもた今何人いるんだろうすごい私も一点集中上坂すみれだよね7878周りのキャラ見てあ少ないよ ほんとだすごいね何いた嫁19人だってえおおいこれは、養えない養えない経済的な問題かなでも嫁これはそういう夢が叶うからね。うん、そうだね。そう。え、これさ、すごい、あの、すごいさ、あの、画期的なやつじゃない本当に星んめでられるっていう。このさ、セリフとか読んでるときさ、どういう感じだったのえ、なんか、あの、もう、これは、これは、 あの、もう、上坂すみれさんという、うん、上坂すみれ CV 上坂すみれみたいな感じで、<ー>だから、なんでしょうあや自分で言うと、あんな恥ずかしいセリフは、うん、とても自分からは言えないわけですよ。すごい恥ずかしいこと言ってるから、<う>この子。本当に恥ずかしいから、<laughs> 寝起きとかね。恥ずかしいので、<laughs> はい、もうこれは、あの、もう、上坂すみれ CV 上坂すみれという、その、このね、 あれですそううい心持キャラクターを演じる的な感じあでもやっぱりこう心持ちは自分なのであの素に戻ると恥ずかしいけどだからこう読み終わってはいじゃあ旦止めますみたいなことを言われると恥ずかしかったみたいになるんですけどでもだから時間が結構かかったんですけど頑張って撮った感じですね。 すごいねそうやって撮って一生懸命頑張って撮ったやつを今幸がめでてるそうこの収録の後すごくお腹が空いたもうなんかいろんなねこうエネルギーを使ってでもそのおかげでね三沢さんの毎日が潤っているならうれししい頑張れるしねぜひぜひこう幸もそうだし上坂さんのファンもみんなこう嫁これでね上坂さんを撫で回してもらいたいと思いますなんか嫁別ランキングみたいなのねあるじゃないですか 野見、うん、沢さんも見てたけど、うん、そうあれとか見るとなんかすごいなんかわーって嬉しくなったり、うん、すごい恥ずかしいけど嬉しいなみたいな、うん、自分自身もやっぱり見て嬉しくなっちゃう、うん、そうですね、うん、だから本当皆さんありがとうございますこれからも末永くめでてくださいありがとうございます 上坂ささんにはね、このままエンディングにもお付き合いいただきます。はい。よろしくお願いします。しえーと、今後のラインナップのことも言っていきましょうね。はい。えー、トゥデイズスペシャル、今後のラインナップですが、7月26日配信の第4回には、アニメ、玉まゆをピックアップします。はい。リスナーの皆さんの、玉まゆの好きなキャラ、エピソード、玉まゆらへの思い出などを募集中です。さらに他にもね、他作品もあるんですよ。とある科学のレールガン S。そして、超次元ゲーム、ネプテューヌ。ネプテューヌ。 かじれましたけどネプトゥーヌの、えー、ことに関しても好きなキャラだったりエピソードだったり思い出などをメールしてください、はい、ということで皆さんどしどしメールを送ってください以上<え>トゥーデイズスペシャルでしたタタイイアアッッププココーードドはは大大文文字字ののですここで「よめこれ」からのお知らせです 人気アニメのキャラクターボイスが聴けるカードコレクションアプリ「ヨメコレ」は絶賛配信中 ダウンロードしてみてくださいはい。また番組恒例のアイテムプレゼントも行ってますよ詳しくは番組ホームページをチェックしてみてくださいちなみに前回のアイテムはホームシアターでしたおお<ー>。そしてですね、はい、え番組へお便りを送っていただいた方の中から毎週1名様に私たちのサイン色紙をプレゼントしちゃいますいえ今回はゲストの上坂さんのサインも含めた3人になっていますお便りはどのコーナーへの投稿でも大丈夫ですただし当選には嫁これネームが

かかった、ね、かったたね素敵ででししさんいがなんか、すいません、これ聞いてる人は、なんか、わかってますかなんか、そうね、置いてかれてないか。うん、一抹の不安は覚えるんですけど。<laughs> 置いていこう置いていこう<お> <laughs> 置いてこ置いていこ乗り <laughs> 越しの金は持たない <laughs> そうだねあちょっと違ったあれがパーソナリティでしょあのでもとりあえず楽しさは伝ったと思うねあそうだねで絶対これ聞いたら上坂すみのカードダウンロードすると思うんだよねホ本当かな本当かなしてくれるかなでもそう恥ずかしいけどやっぱりこうね何でしょう皆さんがこうなんかちょっと暇な時とかに「あっすみぺちょっと」 起動してみようかなとか思ってくれたら私、本当に嬉しいですし、なんか、イベントとかでお話しする機会があると、こう、嫁これ早速ダウンロードしましたとか言ってくださる方がいらしてですね、うんうん、もうなんか、カードこんだけ生まれましたとか見せていただくと、恥ずかしいけど、やっぱ嬉しくって、うんうん、そう、だから私も一、嫁これユーザーとして、なんか、良かったなっていうのがありますね。 <laughs> そうです。<laughs> そういうことが言いたかったんですけど、そうね<ん>私のね、あのー、うん、つまるとこメッセージとしては、はい、この、このお二人って追加されないんですかねなんかてっきりもう、もうお二人がラジオやるから、うん、なんかもう、そういうわけでもないのか。三、うん、沢さんも西さんもみんなめでたいと思いますよ。そ、うん、<laughs> うです、ね、どうかな <laughs> 私は西さんをめでたいよ。<laughs> 本当 あの、あの、いつも可愛いんだけど、あの、ふざけるときっていうかな、なんだろ、うちょっとね、ボケるときに、なんと可愛んだよ、ってなんか、にへってした、この、なんか、そこも可愛い。あの、口調がすごく可愛いので、で、読めこれのこの声優部って、本当あの、本人のキャラクターをすごく的確に反映しているので、そういうなんか可愛らしさがいっぱい詰まったやつになるんじゃないかなって思いますからね、上層部の方、どうかお願いします。はい。よろしくお願いします。お会議をしてくださいね。 ダウンロード数が私沢さんいなかったどううしよ私がいっぱいやるほんとマホ何台も持ってね。私もやるよほんとうとりあえず2つは確定してる。そうです。ダウンロード数2でもできませんかねできますできる私が毎週自分のね、なんかラジオとかでね、もう、好きあるばお知らせする。やったして、そういうことでね、あの、とりあえず閉めないといけませんよ。はい。えっと、閉めってここここですかあ、えっと、 えっと、原始女子は太陽だった。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。<laughs> ということで、<laughs> 夜中でプレゼミササチカ、ニシアスカのチアリングパーティーはここまで。えー、お相手はミサンサチカと、西アスカと、ゲストのはい、お邪魔しました。上坂すみれでした。<laughs> バイバーイ